去年のね、秋に生まれた子供たち、メダカのね、見えるかな？ほら、ちょっと動いてるの。ね、深いとこいて、ここ今一番集まってるな。結構ね、大きくなってきて、いいんだけど、何匹いるんだろう。こっちもいっぱいいた。ね、見えるでしょ？メダカたち。で、冬の間ね、ほんと、2年前はね、外に置いてたんだけど、ここ青森だから、寒くてさ、凍って全員死なせてしまってさ、悲しい思いして、で、今年はね、もう玄関の中の、その靴箱の下に入れてたのね、ずっと。そこなら凍らないから。で、今ようやっとここに出せて、こう風除室って言ってさ、ここにま、ドアがあって、こっちにもドアがあって、ここでほら、雪をね、玄関にすぐくっつかないようにっていうか、まあ、暖かくする、まあ、雪よけかな。風除室。まあ、風をよける部屋として。まあ、青森とか雪国では当たり前なんだけど。で、ここに花とか置いててね。これクリスマスローズとか。これカシスだね。で、これクワ。山で取ってきたクワをね、種取って、植えて、いっぱい生えてるんだ。この、よいしょ。これね、これとか。いっぱい生えてるよ、パヤパヤっと。こういうのとか。気になっちゃうんだけど、まあこういうの好きだからやってんだけど、それもそれもカシス、これもカシス、これもカシスで、この中には、ね、新しい葉っぱ伸びてきたけど、スイレンでローズマリー、これなんだっけ、これがスモークツリーだ、俺の死んだばあちゃんが残したやつで、これがね、畑に生えてきたモミジのやつ、もったいないから鉢にあげたらうまく根付いてさ、苔もいい感じに育ってきてさ、うん、これお気に入りだ。で、そこにね、こうやって置いて、半日お日様当たるから、で、ここ比較的暖かいから、まあ、ここでね、まあ、様子を見て、もう少し外が暖かくなったら、外にね、メダカたち出して、また育てていこうかなと思っています。ね、頑張って大きくなってよ、みんな。よし。